葵さん、まさかそれは。ああ、そのまさかだよ。優勝商品の一つにヴァンガードの超限定レアカードが含まれているんだ。もしかしてこのイベントのために作ったの？ええ、清水グループとのタイアップ企画なんですよ。あんたたち、そんなにヴァンガードが好きなの？葵は、微笑みの騎士の異名を持つ百戦錬磨のファイターなのよ。は？何言ってんの、あんた。私も詳しくないけど、あの葵が本気でのめり込むトレーディングカードゲーム、それがヴァンガードなの。よくわかんないけど、そんなに欲しいなら葵も参加する？いや、遠慮しておくよ。どうして？一緒に参加しようよ。こんな不純な動機で参加するのは、ハロウィンイベントを純粋に楽しむ人たちに申し訳ないからね。葵さん、椿、ごめん、先に帰ってるよ。ムニさん、くるみさん、イベント頑張ってね。あ、葵、行っちゃった。なんだかすごく悲しそうだったわね。葵、本当は喉から手が出るほど欲しいんでしょうね。どうしてわかるのですか？去っていくとき、拳を握りしめていたもの、気持ちを抑え込むのに必死だったんだわ。そこまで？残念ですね。この貴重な超レアカードは微笑みの騎士様にこそふさわしいと思ったのですけど。ムニさん、私も一緒に参加させてください。私も。はあ？二人揃って急にどうしたのよ。きっとまたムニちゃんとユニット再結成したいって思ったんだよ。あんたたち、そうだったの？そんなにも私と一緒に頂点を目指したかったのね。わかったわ。じゃあ明日学校が終わったら私の家で作戦会議しようよ。そうね。あと1週間しかないし、週末は泊まり込みで合宿するわよ。みんな覚悟はいいわね。はい、わかったわ。これでイベント大盛り上がり間違いなしね。それじゃ早速作戦会議を始めよう。まずは仮装のテーマを決めないとだよね。どんな仮装をしてコンテストに出るつもりなの？安心しなさい。昨日寝落ちする前に思いついたアイデアがあるの。寝落ちする前、すでに心配ですね。いい？審査員の目を引きつけるためには、ただ主役が可愛いだけじゃなく、主役を引き立てる対照的な存在が必要なの。対照的な存在？そう。例えば光には影、甘いものにはしょっぱいもの、可愛いには怖い。そうすることで引き立つと思わない？まあ確かにそうですね。でしょ？そこで今回の仮装は天使と悪魔をコンセプトにすることにしたわ。いいね、楽しそう。私、天使の仮装やりたい。ちょっと待って、誰が悪魔の仮装をするの？もちろんあんたと春菜よ。何よそれ、どうして勝手に決めつけるのよ。椿さん、落ち着いてください。仕方ないでしょ、誰が見ても天使は私だし。春菜も悪魔の仮装でいいの？私は悪魔をやりたいわけではありませんが、自ら天使を名乗るのも少しおこがましいですし。言われてみれば確かにそうよね。わかったわ。決まりね。くるみ、本番までに衣装の手配をお願いできる？うん、お父さんにお願いすれば大丈夫。ラブリーな衣装を用意してもらうね。じゃあ
あとは本番を待つだけってこと？そんなわけないでしょ。何のために合宿を組んだと思ってるのよ。悪魔の仮装をするには悪魔らしい演技だって必要よ。じゃなきゃ最高のパフォーマンスなんてできないわ。つまり心まで悪魔に染まれと？いや、誰もそこまで言ってないから。いいから夜まで待ってなさい。地獄の特訓が始まるわよ。悪魔だですが。